柏原くん、はい、優勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ね、はい、いい終わりを、18年を締められました。いい18年。本当もう素晴らしいチームです。そうですね、本当チームワークです、はい、みんなの力です。はい、はい、本当に。まあでも相手あってのことなので、ね、あの今日は本当に、ね、鹿島アントラーズという素晴らしいチームがあって、でそれでいい試合をしたからこそ僕たちがこういうね折り方ができたので、もう本当鹿島アントラーズにも本当尊敬の念を送りたいですし、まあ本当ね、ヴィッセル神戸の皆さんみんなの力で勝ち取ったんで、いや本当に皆さんにおめでとうございますっていう、ありがとうございますって言いたいですね。そうですね、はい、じゃあちょっとまあ視聴者の皆さんに、はい、最後プロとしてのメッセージというか、サッカー選手最後の感謝の言葉を。そうですね、はい、まあ僕は国立で高校サッカー選手権で国立競技場からプロの道が開かれて、まあ、今日は出場はならなかったんですけど、新国立で現役生活を締めることができました。しかも、ね、最高の形で優勝という形で、締めることができました。本当に、まあ、プロ生活18年なんですが、皆さんに支えられ励まされ今の自分があると思ってます。でこれからも進む上でサポーターの皆さん、チームがある意味では皆さんは選手の心です。なのでみんなで一緒に、どのクラブもみんなでそれぞれの瞬間を勝ち取って、これからのサッカー界もっともっと盛り上げていっていただきたいですし、僕自身もこれからの活動の中でサッカー界を盛り上げていけるように頑張りますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。嬉しいね、なんか嬉しいですね。なんかみんな見ていただいてね、ちょっと恥ずかしいんだけど、チャンネル登録していただいて皆さんに、うん、本当にありがとうございました。もういい2020年最初を切れました。本当にありがとうございます。